簡単早弾きエクササイズまとめとなります。今までご紹介してきた、内容をですね、一つの音階としてつな、げていきます。では復習していきましょう。6弦は2フレット2フレット3フレット5フレットでしたね。そして5弦は同様に2フレット3フレット5フレットとなります。右手は各弦1回ずつ弾きます。そして4弦3弦ですね。2、4、5、2、4、5となります。ですね。そして、2弦1弦はですね、3フレット5フレット7フレット1弦もね同様ですというふうになります。これをつなげます。で、格好で戻っていきます。プリングですねというふうになります。これはですね、各弦、3音ずつ弾く奏法で、3ノーツパーストリングという、奏法になります。早弾きをするにはとても効率がいいんですね。ね、一息で弾けるという感じです。ね、で、細い弦は、鳴りにくいので右手はアップピッキングでちょっと強めに弾いても良いかもしれません。ここら辺はお好みで、いろいろ試してみてください。はい、それではリズムに合わせてみたいと思います。はい、戻ってきたところね、ここら辺がね、なかなか、しっかり音に出すのね、難しいですけれども、ぜひね、トライしてみてください。そして、ちょっと歪みでも弾いてみたいと思うんですけれども、歪みで弾く時の注意点はですね、ノイズが出やすいんですね。余分な音が出やすいです。なので右手を弦の上に置いて、まあ僕はクリーンの時も、ほとんど弦の上に置いてますけれども、弦の上に置いてこんな感じで、ちょっとミュート気味で弾くぐらいがかっこよかったりしますね。ではリズムに合わせて弾いてみたいと思います。という具合になります。はい、ぜひ皆さんも練習してみてください。